細胞増殖統合学分野の豊島です。私の研究室もウイルス再生研にありまして、そちらでの分野名は組織向上性システム分野といいます。私の研究室では、生体が生理的な体、あの生理的な体の変化に伴う臓器のリモデリング機構について研究を進めております。で成長や妊娠、肥満、老化に伴って体の中の臓器というのは、 それに適応するために、機能と形態を変化させていきます。私たちの研究室では、この臓器のリモデリング、生理的なリモデリング機構の解明をいたしまして、それを利用した再生医療技術のシーズ開発を目的として研究を進めております。特に私たちが今着目しておりますのは、妊娠期における母体の臓器のリモデリング機構であります。 で妊娠期には母体の様々な臓器、例えば乳腺であるとか心臓、皮膚、肝臓といった様々な臓器がその形態と機能を変化させます。そして、胎児の発生を促すような母体環境を整えていきますで。この母体の臓器リモデリング機構には、各臓器に存在します組織幹細胞の増殖と分化が重要であるということが分かってきております。しかしながら、その肝細胞の増殖分化を制御するその微小環境の 制御機構であるとか、増機、多臓器ネットワークというのは全く解明されておりません。そこで私たちは、この母体の臓器リモデリング機構の解明をいたしまして、そして、母体臓器リモデリングでは幹細胞が生理的な条件下で活性化しますので、それを利用した生理的な幹細胞活性化を利用した再生医療の応用を、提供を目指しております。 また、この母体の臓器リモデリングが、胎児の発生や成長後の、成長した後の病気にどのように関わりを持っているか、ディベロペンタルオリジンのェルスディジー,ーズの観点からも研究を進めております。特に私たちは今、皮膚と肝臓について着目をして研究を進めておりますので、少し紹介したいと思います。 で、え、妊娠期には腹部の皮膚が急速に進展することは皆さんご存知だと思うんですけれども、その分子メカニズムというのはほとんど明らかになっておりませんでした。で私たちは、この妊娠期のには表皮基底層に TBX3 という転写因子が陽性である非常に増殖性の高い細胞が出現するということを見出しました。で、この TBX3 陽性細胞からは実はあの、 分泌因子が出ておりまして、隣の細胞にアークシグナルを活性化させて、表皮増殖クラスターを形成するということも分かってまいりました。そしてこの TBX3 陽性細胞というのは、神秘からの分泌シグナル、まあ、IGFBP2 とかいう分泌シグナルによって誘導されるのですが、この神秘のリモデリングというのが、血管、血管申請によって誘導されるということも最近明らかにいたしました。 また、神秘の硬さが表皮基底細胞の増殖と分化を制御するということも分かってまいりまして、こういう皮膚の生理的なリモデリングというのは、血管と硬さ、あるいは聴力も関係するんですけれども、聴力といった力場に依存するということが分かってまいりました。 で、このリキバーと血管に依存した皮膚のリモデリング機構というのは、妊娠期の腹側皮膚だけではなくて、新陳代謝の高い足裏の皮膚では向上的に活性化しておりますし、皮膚の進展を伴う総症治癒の時にも働くということもわかってまいりました。従いまして、このリモデリング機構をうまく利用することによって、皮膚の再生医療の実現が可能になるのではないかと考えております。 で、現在、えっと、こう、えー、え、 皮膚リモデリングを担う多細胞ネットワークを解明するために、私たち今研究を進めておりまして、3つのステップに分けて考えております。1つは、聴力が血管申請を誘導する機構。そして、次は、血管申請が皮膚、神秘のリモデリングや硬さの変化を誘導する機構。そして、表皮のリモデリング機構を起こすメカニズムであります。これを解析するために、血管のイメージングでありますとか、位細胞解析でありますとか、光疑電学を用いた 請の誘導マウスなどを用いて研究を進めておりますまた私たちは妊娠期における肝臓のリモデリング機構についても研究を進めておりますでマウスはでは妊娠期において肝臓が非常に肥大化するんですけれどもこれは肝臓細胞ヘパトサイトの増殖と形が大きくなるということに依存しております 私たちは最近、このヘパトサイトの増殖というのが、時空間的に制御されているということを見出しました。すなわち、妊娠期の初期には、門脈域の近くにあるヘパトサイトが増殖して、後期には中心上脈域のヘパトサイトが増殖するということです。で、この時空間的なヘパトサイトの増殖を、 え、制御する遺伝子ネットワークであるとか、それが胎児の発生にどのような影響を及ぼしているのかということを現在解析しているところであります。で、これらの、え、マウスでの実験を遂行するために、私たちはゲノム編集テクノロジーの開発も進めております。え、最近私たちが開発しましたのはクリームゲットシステムというものでありまして、これはクリスパーキャスナインによるジーンターゲッティングにで用いるドナープラスミドであります。 これは非常に高汎用性で低コストですので、しかもノックイン効率というのは結構高い、20から30%ということなので、クリスマーキャスナインシステムを用いて非常に低コストで、かつ迅速にノックアウトマウス、ノックインマウスが作れるようになっております。研究室の場所はウイルス再生研2号館の2階の20号室です。 本日5時まで面談可能となっておりますので、興味のある方は参加してください。以上です。